栗山です。ふみです。若手 TV です。今回法政大学やってきました。はい、法政大生に聞く法政大生心の中ではマーチの序列意外と高いと思ってる説。おお、現象的だと思います。どういうこと？マーチってやっぱ明治がトップで、はい、一番下が法政みたいなところって僕はあると思うんですよ。なるほど。法政大生はそのマーチの序列どう思ってるのか、はい、例えば中央には負けてないとかね、はい、例えばいろいろ意見出てくると思うんで、まあ、確かにね、国際が高いとかね、はいはい、自分の中での位置づけ、うん、立ち位置をちょっと炙り出しちゃおうと。お、心の中を炙り出すと。うわ、そういう企画ですね。ちょっと性格悪いですね。まあ楽しんでいきましょう、はい、皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄、ツイッターとインスタの方も絶対お願いします。それではいくぞ。マーチ法政どこですか？わかって TV。 今回なんですけども、うん、法政生のマーチの序列みたいなのを聞いてまして、5つ大学あるじゃないですか、はい、ちょっと順番に並べてもらってもいいですか、上から。お、明治、明治、お、明治、青山、立教、中央、法政。あ、一番下。あれ、普通に、そうです。法政は一番下ですか？まあ世間一般ではそうです。あ、心の中では自分としては、自分としては、まあ、うん、まあ僕が入れたんでは、そんなに高くないのかなって。あ、じゃあ、説崩れた、法政生は自分のことを一番下やと思ってるっていう検証結果になるんですかね。そうですね。はい、なんかぶっちゃけここには勝ってるぞとかないですか、うんうん、だって法政場所いいじゃないですか。場所いいしね。そうですね。有名大学だし。うん、出現が怖いですからね。そんなには言えないんですけど、ごめんなさいね。いやいやいや、めっちゃ気にしてるやん。なんかありそうやな、心の中で。いやいやいや、もう、いや、法政謙虚に。なんで謙虚に。法政って一番バンカラ大学よ、正直言うと。マーチの中で一番こう騒いでる大学ですよ。ビーヤマとしては自信持っていいぞと。そうね、そう。いや、早稲田ですよね。まあ僕は早稲田ですけど、いや、そんな僕全然全然口割らないっす。口割らないっすね。黙秘権行使してるね。ごめんなさい、ごめんなさい。テロリストで親分の名前を言わないみたいな。やめろ、いいやつじゃねえか、お前。マーチから狙われるんだ。学部と学年教えてください。はい、法学部、法律科が4年生です。あ、法学部の4年生。4年生。はあ。留学生とかではないですか？留学生です。あ、留学生、どちらの国から？はい、中国。日本の間。シェアン。シェアン。ああ、四川省から来た。あ、じゃあ結構内陸の方ですね。あ、全然ごめんなさい。私は。あ、違う違う。あの、シアン、シアンってどっ、長安とかそっちの方ですね。そうです。昔の言う。あ、そっちね。はい。はい、マーチという言葉知ってますか、日本語で。あ、もちろん、もちろん。あ、じゃあ行きましょう。今回その5つの大学をレベル順に並べてほしいなと思ってまして、はい、じゃあちょっと上から順にマーチ教えてもらっていいですか。はい、明治、明治、はい、青学、青学、はい、立教、立教、はい、中央、法政。おお、ちょこれが重要、これが重要。5年後になってした。最後、最後、ここが重要よ。どっち上？法学だと中央、はい、それ以下は法政。おお、来た。ということは、ということは説理一緒。ほとんど法政大学は意外と自分のこと賢いと思ってる。そうそう、中央よりは上みたいなね。法学部だけはさすがに中央ですか？さすがにそっちの方が頭出ないかなと思う。それ以外は法政言うかな。え、何学部でしたっけ？法学部。法学部か。はい、なので、あ、じゃあ、君は負けてる。なんやねん。中央のことはどう思ってるんですか？入試の時は中央に行きたかったけど。あ、中央の法学部を目指してたんや。目指してるんですけど。なるほどね。うん、でも、土曜日の方が、土曜日の方法制で、はい、日曜日は中央の入試の。はいはいはい。連続だったよね。そうそうそう。はい、中央さすがに遠いから、やっぱり。あー、なるほど。実際行ってみて。うん、そう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 。中央は八王子にあるもんね。八王子です。めちゃめちゃ遠いです。山登りはちょっと。シーヤも山だらけやね。お前今回なんですけども、うん、マーチの序列順番を聞こうという企画をやってまして、はい、まあ、自分が思うレベル順、あの、教えてもらってもいいですか？そうですね。じゃあお兄さんから行きましょう。明治、明治、明治ね、青山、青山、立教、はい、中央、法政。おお、じゃあ法政が一番下だと思ってるから説崩れた。ああね。お兄さんは、うん、まあ、明治、明治、青学、青学、立教、中央、うん、あ、ちょっと法政が一番下、いい下なんですね。本当に負けてないぞとかないですか？ね、GIS ぐらい。GIS はなんか、はいはい、法政の中でもなんか、はい、ずば抜けてなんかレベルが違うのかな、うん。GIS って何ですか？グローバル教養学部。お、はいはいはい、うんうん、法政の学部のことね。はいはいはい、授業がほとんど英語で行われてて、それはどうなの、レベル的には。そのマーチの中やと、
だと、そうですね。かなり上位に食い込めるんじゃないかと。おお、明治にも勝てる。まあ、並ぶぐらいには。あら、なるほど。並ぶぐらいに。じゃあ、本当の順位は、はい、明治、法政、はい、大山、立教、中央。中央。これが本音ですね。いや、まあ、彼らはね。GIS があるから、だから、うん、まあ、でも、鳴らすとみたいなことも言えるわけや、今度は。まあ、そうだね。GIS は明治と一緒なわけでしょ、うん、で、それ以外は、もしかしたら中央にちょっと負けてるかもしれない、うん、平均すると、うん、この順位がジュ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 って上がって、うん、え、どう、そうなったらどうなる、え、中央に勝ってるワンちゃん。え、ね、どうなる、どう ?GIS 込みで言ったら、うん、勝ってるかもしれない。あら設立勝無理やりやな。無理やりですね。逆に足引っ張ってる角場とこだ。下げてるの、防線を。こいつのせいで中央巻きてんねんみたいな。そう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 。なんか下の序列は考えたことなかった。やっぱ中央に勝ってるんじゃんっていうかね。まあ、アベレージで言えば。最初言ってること違いますけど。はい。法政大生に、マーチの序列を聞いてまして、はい。じゃあ、お姉さん、お願いしてもいいですか。明治。明治。はい。青学。青学。立教。立教。中央。うん。あ、一番下。じゃあ、説立証ならず。そうですね。お姉さんは私も同じです。同じなんや。法政がやっぱ一番下ですか。はい。おおおおお見ました見ました。チュルルルチュルルチュルチュ今ね、衝撃スクープよ。法政生は、自分のことを一番下と思ってないんじゃないかっていう、そう言った方がいいですよ、思うこと。そう言った方がいいですよ、ちゃんと。法政代表してますから。うん、デペゼン法政。デペゼン法政は、まあ。たくさん出てるけど、今日ね。何人も出てますなんか、さっき言いかけたこと何やったんですか、うん、中央。中央は、いや、なんか中央の法学部は、はい。ね、そりゃって感じ。まあまあまあ、マーチを代表する。はい。はい、けど、はい、他は、はい。え、ね、同じくらい、おぉ、ほら、来た。八王子だし。いや、そこや、それそれ、そういうのもあったのねえ、ここは市ヶ谷、東京の中心そんな、八王子のクソ田舎に大学には勝ってるぞと。あ、そうだよ。ことっすね。え、他なんか中央に思うことありますか。うん、でも、トントンって感じ。でも、今、交通の便悪いやっぱね、そう、お姉さんこう、いやでも、いくら人それぞれ価値観ありますから、確かに場所で考えた方針の圧倒的にいいわけですよね。圧倒的ですね。クソ田舎ですからね。いや、言っちゃった。てか、皆さん、あのね、ちょっと、この子たちに言わせないと。ああ、そうだね。そうそうそう。この子たちに言わせない。え、俺気になるのはさ、お前はどう思ってんのっていう。あ、俺、うん、どう、マーチの序列どうつけるの。え、ちなみに俺言っていいじゃん。はいはいはい、ごめんなさいね。あ、はいはい、え、俺言っていいですか、はい、え、明治、はい、立教、立教、青山、間違えてるみたいな。法政中央でしょ。みんなね、なんか、立教下に見すぎなのよ。青山2番目じゃないですよ、どう考えても今。立教でしょ。もしか明治と立教で。何考えてんの、さっき。そうなの、僕いいですか。はい、どうぞ。明治、うん、青山、うん、立教、中央、法政、やめろお前なんだこれお前タワーオブテラーか思ったほんとに今。いや、法政だって第一望いないから一番下やと思ってた。おい、ちょっとフラッシュバックするなお前もうやめてくれよ。ちょっと法政の立ち位置言いましょうちゃんと、はい、えでもなんかムカつきません、はい、法政って、まあ、僕らのせいでもあるんですけど、はい、ちょっとそうネット上でいろいろ言われたりお前のせいだ俺のせいじゃないお前のせいだネット上でいろいろ言われたりもするわけじゃないですか、はい、こんなにすごいのにとかそれちょっと間違ってるよみんなとか思うことないですか、うん、なんでこんなに下に思われ始めたんだろうっていうの、はい、そうだよね、なんでやと思いますか。いや、俺らのせい。え、俺、俺、こっち。俺は僕ら、なんで、どういうことですか。え、なんか、はい、YouTube で、はいはいはい、2年前ぐらいに、はいはいはい、なんか、あったって。はい。なんか、構成を褒めたかいのこと。いや、構成を蹴らしたる。構成を蹴らしたから、下がったんちゃうかみたいな。あ、僕らのせいですか。いや、俺らのせいじゃないよ。元から低かったのを明るみ出しただけ。やめろ、お前。あんま良くないわ。なんか、まだ引っかかってんねんな。ねもっと本当は上なんじゃないですか。いや、もっと上ではない。さすがにない。他は受けたんすか、マーチ。うん。いや、もうめっちゃ言いたくないよね。何何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 何ちゃんと言えば大丈夫です。ちゃんと言えば、あのね、戦えない、全く。いや、指定校がマーチの序列語るな。そう、お前が聞いたんだろ、本当に。今回、マーチの序列を聞いてまして、うん、明治。明治立教、来た、うん、青学、いいね、法政、おおおー出たー。だから法政は一番下と思ってない説立証です。よっしゃー、中央が下で法政が4番目、はい、え、これはどういう意味で。うんね、都内にあるから、はいはいはい、中央ってすごい田舎じゃないですか。あ、はいはいはい、まあまあね、都内にあるからよ、なんか学生の質が高いのかな。あー、確かに場所いいですよ、法政。確かに確かに、はい、好き好んで田舎に行く中央なんて大したことないだろうみたいな、そういうことですね。すげえ代弁したなお前。どんだけ翻訳した。3番目の青学と比べたらどうですか。いや、青学とはやっぱり違います。違う。どういうところが勝てないと思うの。華やかさ。華やかさ。そっか。
かアナ雪に出てきそうですね。なんかねドレスとなんか髪とねちょっとね。はい、歌歌う？大丈夫？ありのままのみたいな。マーチの順番序列をつけてもらおうという企画をやってまして。お姉さん思うのでいいですか？一般的なのじゃなくて。青学。青学。はい。明治。はあ、立教。中央さん。なるほどね。なら構成が一番下ですか。かなって。え、かな？え、説崩れた。崩れた。本音はどうですか？うん。学部によっては、はいはい、中央はタマキャンなんです。あらららららら、ら出ました。中央に勝てる部分もあると。キャンパス的には勝ってる。ああ、なるほどね。え、一般受験で入られたんですか？私は。中央も受けようとか迷わなかったんですか？中央受けてない。受けてない。別に日程が被ってたとかそういうわけでもないんですよね。第一志望は SFC だったんですけど、あ、慶応の SFC で、はいはいはい、で他に青学と立教受けてたんで。おお、これ例えばですよ、はい、もしお姉さんが本音の部分で中央の方が法政より上やと思ってたとしたら、はいはい、中央も受けてるはずじゃないですか。そうだよね。そうなんで中央も栄養やってますもんね、うん、だから受けてるはずじゃないですか。でも、うん、あえて受けてない、はい、っていうことは法政の方が上やと思ってる説ないですかね。え、これちょっとえ、どうしたらいいの？ということは、中央よりも法政が勝ってると思ってる説立証。え、だって SFC だと遠いじゃん、正直ぶっちゃけね。はいはい、確かに。そう、なんで同じ遠いのに SFC は、はい、遠くても行きたくない。いや、地方は遠くても行きたくないんだよ。価値がない。ねえ、やめろお前。そこまで言ってないわ。というわけで、法政大生にインタビュー、マーチの序列、法政大生意外と心の中では高いと思ってる説を検証してきました、はい、これは、はい、やっぱ本音の部分で、うん、中央には負けてないと思ってる人多かったですね。ちょっと言っちゃいましたね、結構これも説立証ということでいいんじゃないでしょうか。まあいいですね、これは、はい、法政と中央の下2つの、はい、ちょっとドロドロとした感じ。そうですね、これちょっと今日伝わってきましたね。ですね、ちょっと実は対立してる、はい、ちょっとおもろいなっていう思いましたね。今度中央の方にもインタビューしてみたいです。はい、ですね。皆さんチャンネル登録と高評価、誰かツイッターとインスタの方も絶対お願いします。じゃあ今日はこの辺でバイ。